喜んでもらわにゃ。そうだよ。あれ、そうだよ。長えな。全然出てこねえじゃん。でけえ家なのか。見た目様でもねえけど。これはある地方のバラエティ番組の企画で、男性芸人と番組ディレクターが心霊スポットだというハイトンネルへ訪れた際の様子を撮影した映像だという。これですか？これ。うっそー。マジじゃないですかこれ。行きましょう。男性の背後に現れた人形の顔にも見える不気味な顔。この人形に取り付く怨霊の侵入者たちに対する警告だったとでも言うのだろうか。なんで？
船どうする、どうするどうするって乗るかな。ルフィいるんじゃない、ルフィ。ちょっと、はい、クマさんアップください。あ、いいね。クマにお尻に刺さってます、ね、その時いや、どう食べるそれ。これはいいよ、大胆にいっちゃっていいよ。だよね。まあ、トータル楽しかったね。楽しかった。いや、ほんとさ、ケイタさ、苦しそうだったね。いや、痛かったもん、もう苦しいとかじゃなくて。ちょっといいな、俺も写真写る。なんか終わった後さ、すごい息苦しそうでさ。
さあ。誰もいねえよ。あ、どっち？いや、なんもねえよ。いや、なんもねえ。後ろ、後ろ、そこ。後ろって何？いや、いねえ、なんもねえよ。なんもねえやん。は？誰？どこ？ここ、ここ、後ろ、後ろ。いや、いねえよ、なんもねえ、なんもねえじゃん。いや、いるって。見てみよ、なんもねえって。え、あれ、ほら、え、ねえじゃん。あれ、なになになに、いや、ごめん。は、大丈夫？あかん、いや、大丈夫。え、いないだろうな、うん、ごめん。あ、大丈夫かもな、あかん、うん、あれ、何？あれ？うわっ！大丈夫かお前、あれ？何？